はいどうもこんばんです。ゼノブレード2黄金の国イーラ実況続きやっていきましょう。はい、いよいよこの向こうにメツがいるか、いるといいな。わあ雰囲気ある。天狼門クオンの道、いいね。中二心くすぐりまくりだね。お、なんかイベントの予感。あー先がわからない、マップで先がわからない。みんな今日も一日お疲れ様。お疲れ様。いやこれからこれから。休息を取るのなら言ってくれ。あれ、あ上か。はあ、はあ登りますよ。登るとここは着いたぞ。飛翔の台座まだあるね。あれ尻尾かってことはございました。コアでございます。これだ。いるいる。感じる、この先にメツがいるわ。いよいよ最後の戦いというわけか。やっぱ最後なんだね。どうしますか。今決着をつけるか決めなくてはなりません。お、これはこの先はもうセーブできませんよみたいな、なんかそういうのが出る感じ。そうね。はい、来た。この先に進むと引き返せません。戦いに敗れるとタイトル画面からの再スタートになります。本編もラストバトルあったね、これね。最後の戦いに挑む場合、現在のセーブデータが保存されます。最後の戦いに挑みますが、あ、やっぱりラストバトル。黄金の国イーラ、ラストバトルやってきました。挑みますよ、当然。わかりました。私もそうすべきだと思います。陛下は休んじて戦いにお望みください。背中は私と家具土で守らせていただきます。はい、それがスペルビアの宝珠としての務め。当てにしていますよ。メスとの戦いを日記に記すまで負けるわけにはいきませんから。負けるなんてありえないわよ。お、すごい自信だな、さすがは天の聖杯といったところか。そう、私も天の聖杯、メスとは同等。だったらみんながいてくれる分だけ私の方が強いわ。おー。なんか、ひかりさん変わりましたね。一人きりのあいつに負けるなんてありえない。ずいぶん変わったな、ひかり。そうだよね、イーラ始めた頃のひかりはもうツンデレどころかツンツンツンだったもんね。そうそう、ドライバーの悪影響なんじゃない。そんなことはないさ、悪影響の実例ならこれから拝みに行くところだ。言ってくれるな。ちょっとだけ城塞数奇形に同情したくなったよ。でも、ミノチ様に同感です。あんな方が自分のドライバーだったと思うと。そうだな、俺たちは幸せだ。ラウラのブレードでいられて。そして仲間でいられる僕たちもね。ええ、その通りです。シーン、みんな。よし、行こう。みんなで滅に勝ってみんなで帰ろうね。サタヒコとミルトのところへ。さあ、ラストバトル、これ、どうなんだろう。いや、ゲームとしては勝つ、と思うんだけどさ。ストーリー的にはね、本編の500年後の展開知ってるからさ。いやー怖いね。まあいいや、行きましょう。ラストバトル。あー来い。いなくね。あー後ろ。随分と早かったじゃないか。国を挙げて逃げ出すかと思ってたぜ。あ、モナド構えてます。イーラの戦士は勇猛果敢、あなたに臆する者なんていないそうよ。うわー、いっぱいいるじゃんか、ガーゴイル。あれ、すげえ数だ。見えている。あ、イーラのコアに取り付いて爆発させるんだっけ。あと10分だ。え、あと10分で俺のガゴイルたちがこのコアに取り付く。あれ、もしかしてそれまでにこの俺を倒せればお前らの時間制限あり。できなければ、まあそういうこと。楽しそうね。時間制限あり系かな。せっかくこの世界に生まれたのだ。お、楽しまなきゃ損ってことだ。タイタンデバイス成果しか二者択一。あ、やばい。
だ。選べよ、相棒。正の方でお願いします。行くぞ。よっしゃ。先にでもタイタンデバイスだろ。私たちが勝つ。マイクアイッチ。これなら。こいつなんかすげえ技使ってくんだよ確か。危ない。出んな。手当てる。逃がしはしない。マイクアイッチ。すごいわ。ブレイクしたいな。準備だ。ブレイクしたいね。逃がしはしない。はあ。やるや。命の効果もかっこいい。エンチャントソードもでかい。でかいですね。だい。ちょっと様子見してたら、あ、どうした？どうしたどうした？君に乗るな。モナドイート。もうやがる。君に乗るな。おっと、いやー、ブレイク無効か。エンチャントソード危ない。しっかりしてください。モナドサイド。あ、コーリングサンダー。これやばい。これやばい。あー、ちょっと待って。冷静に考えて。すごい。壊れて残念だったな。相棒。少々無理です。強いよ。ああ、戻ってきた。戻ってきました。よし、もう一回行こう。切り替えていこう。押しに乗るな。押しに乗るな。あ、怒った怒った怒った。怒っちゃ嫌よ。怒っちゃ嫌よ。トライエッジ。無駄ね。アナライズセンター来ました。押し倒した。押し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 。ラスト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 。ここだ。ボコレボコレボコレ。こいつらを倒すわ。まだあるでしょ。これでおしまいじゃないよね。何アイオンは出てこないと思うけど。解放する。ただチェーンアタックスはこいつ使わない方がいいな。まだなんかありそうな気がする。これでねえ、だってこんなにも減ってるよ。これがラスボスとは思えない。サイクロン。ラスト最後最後でお前は少し。お前らそんなにこの世界が大切か。はい。あ、これで終わらないでしょ。あれ？あ、いかん。リアル時間10分じゃなかった。ストーリー時間だった。あ、ちょっと待って、やばいって。アデル、ガーゴイルが。分かっている。だが。どうした？その程度か、相棒。ね、メツがなんか相棒っていうのすごいなんか好き。要するにガーゴイルを潰せばいいのよね。お、うん。サーペント。出た。デバイス。用意を周到にしないとね、メツ。すごい。おお。すげえ。これも操作してえな。ここだけシューティングゲームやらせてくんねえかな。うわ、すげえ。いいね、さすがは相棒。けど残念だったな。一匹だけじゃな。雲海の中に。まだいた。用意は周到にだろ、相棒。やられたね。ああ、サーペント、サーペント。速攻されてんじゃん。あっさりと、まあ。沈んでいく。サーペントが。うろたえるな、次が来ると。おしん。お前、お、いい目をしているな。なぜ世界を破壊する。あれだけまだ初期同士だったんだよね。背中を押してやってるだけだ。破壊したがってるのは人間だと。それは奇弁だ。そうかい、ブレイドだろう。気づいてるんじゃないか、人間の本当の姿に。全てがお前のドライバーじゃないんだぜ。うわ、うわ、
レッツ。きた、セイレーン。相変わらずかっこいい。あ、かっこいい。部屋に飾りたい。かっこいいけどね、やっぱりちょっと女性的なところもあるよね。俺も付き合うぜ。カーボイルじゃなくてセイレン、黒セイレン。おお、かっこいい。かっこいい。どうなっちゃうの。おお、なになに、ちょ待って、退くわけには。なんか今止まっちゃった。いきません。ゲージのメモリが3つあるときにプラスを押すと、セイレーンがデバイスアーツを放ちます。何ですかデバイスアーツって。パーティーゲージか。そうだね、左側は自分たちのパーティーゲージ、右は、メツのパーティーゲージか。はぁ、なるほどね。チェーンアタックの代わりにデバイスアーツになるんだ。デバイスアーツは、メツのセイレーンを攻撃するとともに、チームの攻撃力を上昇させる支援効果を発揮します。うん。同じようにメツもセイレーンゲージを貯めてきます。ゲージが貯まれば、デバイスアーツで光のセイレーンを攻撃、さらにメツの攻撃カップの恩恵を受けるようになります。なるほど。敵も味方も同じ効果だ。デバイスアーツは使うたびに効果が高くなっていくので、メツより先にデバイスアーツの段階を上げ、戦闘を有利に進めるようにしましょう。これはパーティーゲージアップのポーチアイテムを突っ込んでおくと有利だったかな。まあ今更だね。またセイレンゲージが表示されている間はチェーンアタックが使用できませんので注意してください。そういうことだね。上がりました。調子に乗るな。させません。ほら、危ないぞ。ためろ。ハイカーエッジ、これなら危ない。準備できたよ。はい、よし、これを食べろ。しないで。死に乗るな。死に乗るな。よしよしよし、一個溜まった。これで属性攻撃が3つ、3つ溜めないと。これで、お前死に乗るな。さあ、どうだ、溜まるか。死に乗るな。決めます。溜まった、いけ。おおおおおお、おお、まだバリアがあるけど、バリア壊したね。で、ソイルが上がったのかな、これ。お、なに、メッツの方なんか鍵、はい、鎖がないか。なんだろう、この鎖。モナドサイクロン、痛い。さあ、食べろ、先に食べろ。止まった、止まったよね、終わったか。しない。あ、嘘、先やられた。今止まってたと思ったけどな。なんかこう、うまいギリギリの戦いになるような演出。あー、くそ、ほらほら、鎖やめて、その鎖なんなの。痛い。どうやってる、全然見えなかったけど。これで調子に乗るな。たまった、いける。いたそんなもんじゃないわ。さあ、行け。お、壊した。当たってる。いいよ。いいじゃん。押しに乗るな。燃えなさい。押しに乗るな。じゃあ、これで。食らいなさい。スマードアーマー大丈夫ね。食らいなさい。燃えなさい。これで決めるな。よっしゃ、ライジング行った。これで決める。スマッシュも行きたいけど間に合わないな。しょうがない。チェンジ。これで決める。サイバーコンボはこれ有効だね。敵のデバイスアーツを遅らせられる。チェンジ。これで決める。よっ、溜まったろ。オッケー、溜まった。見よう。ほらほらほら。スタート。すごいだ。お、すごい。やりだした。おお、いいね、与えてる。おお、押してきた。思い上がる。無理はしない。精霊の槍が落ちてきた。あ、どこ行った。あ、いた。おなごの下に乗るな。危ない。そこ、あー、ちょっと待って。あ、そっか、こいつ時間止めればいいのか。
させない。ああ、たまるたまるたまっちゃうたまっちゃうたまっちゃう。調子に乗るな。時間止めろ、時間止めろ。引かないだと。調子に乗るな。止まった止まった止まった。先にこっちが使うな。止まった。悔しい。悔しい。いやでもまだ2段階目だ、こっちは。こっちも3段階いってるからね。あー、サイクロン。痛い痛い。おお、なんかすげえ吹っ飛んだ。ちょっと待って、ないない、シールド。めっちゃ吹っ飛んだけど。させない。どういうこと。ナノジェール。行くぞ。やるね。させない。ナノジェール、やだね。譲り燃えないで。カスミ、あー、まだか。スマッシュしたい。スマッシュスマッシュスマッシュ。そこだ、スマッシュ。もう燃え上がるな。そして時間止めるよ。オッケー、止まった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 。よし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 、止まってんじゃん、いつまいか止まってんじゃん、いつまいか。あ、ドライバーコンボするとすげえ、もしかしてパーティーゲージ溜まる。逃げ切れまい、力アップ、オッケー。おお、いい展開、楽しい。あ、だいぶ減らした。痛い。やってやるぞ。お、すげえ。どこ行った。あ、吹っ飛んでる、吹っ飛んでる。クライマックスだ。盛り上げていこうか。じゃあ盛り上げていこう。ここは同意だ。あれ、敵のゲージなくなった。あ、当たって。逃がすな。セイレーンが、あ、でもまだ起き上がった。自身が決めてやる。これで見える。どういうことだ。もしかしてもうデバイスアーツ使わないでチェーンアタックで最後とどめさせる感じ、これ。振り落としたけど。これで終わらせる。これでおしまいじゃん。あー、オンパレードよし、水を割ろう。もう一暴れさせてもらおう。光、交代だ。あー、これは勝ったろ。あとは任せます。逃がしない。でもまさか最後の最後に新システムが来ると思わなかったけどねかすみ、かすみ、かわせ、当たって。まだまだ。アデルが、そうだよね、風だよね。悪い。アデル、譲りはしない。お楽しみはこれからです。和田つみかな。任せるは和田つみ。よし、続けていきます。よ、最後これフルバーストいくね。シン、これで。任せていいですか。おー、かっこいい。もう一丁。ミノチ、任せぞ。よっ、よっ。なかなかしぶといじゃないか。どうしようかな。ユーゴ、ここは陛下にお任せします。思い上がるな。あれ、あ、しまった、割れなかった。嘘。お、やばい、割れなかった、割れなかった。しまったな。チン、あ、そろいでいいよ。ちょっと待って、勘弁してよ、こいつ。なんで負けない。ここで死にたくないよ、俺言っとくけど。ちょっと待って、乗るな。これなら、かすみ、いや、無理しちゃダメだよ。調子に乗るな。怖っ、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 怖っ。え、ちょっとやばいやばいやばい、ちょっと、いやいや、いけるはず、いけるはず。勝ったね、勝ったね、勝ったね、オッケー。まだまだこんなもんじゃないよな。あれ、光、まだある、まだございますか。やるじゃねえか。だがそれで全てか。全てでもって挑んでこい。まだあるの。手を抜いてるんじゃねえ。あ、出た。ここでこの曲か。かっこいい。おお、すげえ乗ってきた。ギーラさん、複雑だろうね。その背中で何やっとんじゃーって感じだよね。
背中じゃなくて胸か。うお、すげえ。できねえか。なら俺ができるようにしてやるぜ。あ、やめなさい。あ、いいなー、ウルディウム。あ、ちょっとやめて。あ、あ、嘘。嘘だろう。あ、覚醒した。あ、アイオン、アイオン。光、何を。来た、パワーアップ。目が詰まってます。やりゃできるじゃねえか。相棒。すげえ。お、入ってく。まさにスーパーロボット対戦。もうドライバーの出る幕じゃなくなっちゃった。待つんだ光。このままじゃ。何が起きてるの？これが天の聖杯同士の激突。はい、世界が巻き添え食うぞ。そうか、これが本編の、そうか、話に繋がるのか。デスと光の戦い。やった人はこれ結末を知ってるはずだ。あー、やめろー、いいなー。あ、やばい。聞いてろ。あ、やばい、なんか来るぞ。おお、すげえ。それだよ、それ、それこそが親父が俺たちに与えた力だ。この世界が望んだ力だ。俺もお前もそのためにここにいる。私、そうかよ。ならこの俺が代わりに全てをもらっていく。あ、レックス。私は
そっか。未来よ、予知か。これは痛い。あー沈んでいく。あー、え、神たちはどうやって助かったの。あー王様、我が民と我が国、兄上、早く避難いたしませんと。ここも危険です。聞いておられますか兄上。関と共に残るみたいなこと言わないで。兄上、そう、嘘だろう？やめて。おお。生きてました。シン。かすみ。わだつみ、ユーゴ、うそー、あ、光、だからアデルは封印したのか。光を、あ、小座船来た。別執権官か。
イーラが落ちていく。起きたばっかだったのに暴れる間もなく暴れられて落ちていったな。まだ人がいっぱい乗ってんねんで。寝てるだけだよね。マジで。いびきとか書いてくんねえかな。生まれたのかな。もう行くの？ああ、リベラリタスに王家の霊道がある。そこにこれを封じようと思う。そう、剣か。君たちに頼みがある。スペランザに抵抗軍の部隊が避難したと聞く。彼らに伝えてほしい。落ち着いたらリベラリタスに来るようにと。分かった、任せて。その抵抗軍の子孫が本編のリベラリタスの村の村人たちが。ああ、お村だ。辛すぎて別人格作ったんだ、光。そういうことか。忘れてた。いたよね。いたよね。ろくでなし。なんだ。親父。親父じゃないけど。やっと追いついたぜ。ラウラ。どうして私の名前を？人語を話したと。でもブレイドではありません。うわぁ、キモ！ゴート！めっちゃキモ！その姿は？痛えんだよ！てめえに切られたこの腕が。うわぁ、デザインえぐいなぁ。な、これ俺の腕だよな。ちゃんとあるよな。けど痛えんだよ。うずいてたまらねえんだよ。ちょっと待って、これでラスボスとか言わない。何を言ってるの。
錯乱しているのか。そうじゃない、喜んでるのよ。てめえらの血を傷口に塗りたくりゃ収まるかな。なあ、そうだよな。まずはてめえからだ、イーラのブレイド。てめえに受けた腕2本分の屈辱、今日ここできっちり返させてもらうぜ。その両腕と椅子代わりに耳と鼻も削ぎ落としてやる。そんでその血をこの傷口に塗りたくってや。その次はお前だ。てめえが余計なことしなきゃ今頃俺はあんな小汚ねえアバズレじゃなくてで上等な女どもに囲まれていたはずなのに。肩パッド、片手のデザインもエグい。それがてめえのせいで簡単に死ねると思わない。たぶん1時間かけて痛ぶってやるよ。母さんを侮辱するなんて許せない。ありゃそういう女だったろうがよ。どんな思いで母さんがあそこにいたのか、お前にわかるか。よせラウラ、こいつは話す価値もないゲスだ。やっぱ戦うの。そうです、情けは無用、ここで断ち切りましょう。シン、カスミ、これラスボス。わかった、もう情けはかけない、ここで終わらせる。じゃあキモい、どんだけ俺を楽しませてくれんのか。期待で待ちきれそうだぜ。なんだ、熱じゃなかった本当に。マジか。ちょっと待って、せっかくだからじゃあポーチとか使っとこうか。ね、せっかくだからね。必殺技リキャスト回復、アーツリキャスト回復、これつけようかな。剣撃のゴフ、はい。お守りって可愛いから好きなんだ。でポーチ2の方はメカニカルチャーム、パーティーゲージ増加 20% アップ、ダメージバリア最大 HP 10% かな。パーティーゲージ増加は嬉しいよね。これつけよう。これがあると落ち着くな。よし。で、あとは、絆リング。あ、すげえスキルポイント溜まってる。敵のブレイク抵抗下げる。あ、これいいね。崩し名人。これ覚えよう。ちょっと強くなったみたい。オッケー。行こう。ゴーと。みんな気をつけて。気を抜くな。普通に二足歩行してるな。さっきまで四つ足だったけど。そこ。これなら。キン。いけるかな。さあ、崩し名人。ナイス名人。ナイス名人。ダウンした。回復チャンス。そこ。そこか。キン。ああ、もうちょっとブレイク引っ張ればよかったな。そこか。さあ、ちょっと回復、オッケー、重要重要、ミドルショット、あれ弱くない、いた、そこ、そこ、これで、無人、これなら、これで、そこか、よ、そこか、はい、はい、はいよ。ああ、こいつは無様な最後を終えるんだと思うんだけどね。そこか、そこか、ナイス崩し名人。これで、体のバランス悪いものなんかな。オーガファイヤーだってなんかやばい。おーっと、はい、ダウン。これで、フリーズ。よいしょ、いいね。これなら、そこか、
甘い。これならそこか。カスミ全然使わなくてもいけるそうな気がするな。そこか。よっ。はい。はいよ。ラスト。この力は今のために。ほら。まだあるかな。そしたらメツに勝ってんでい。俺はまだ。まだ何にも。悲しんじゃいねえ。目がやばい目がやばい。おお。黒くなった。うわぁ、最初から最後までキモかったな。最後まで惨めな人、これでいいよね母さん。あーこの曲か。ああ終わった。ゴートをあのような姿にした者がいる。そいつが私たちを。それはわからん。だが滅が死んだからといって世界が平和になるわけじゃない。なスタッフロールだった。それだけはわかる。人がそこにいる限り変われないんでしょうか。私たちはそんなことない。変われるよ必ずね、シン。ああ、そうだな。君たち人間と俺たちブレイドの絆がある限り、いつかきっと。あー、このままほのぼのと終わってくれると嬉しいんだけどな。おっと、あっ、コモンブレードじゃん。あー、毒殺。え、いやお前か。お前だな。やべえこいつやっぱり。あ、目がボタンの人。これは何？イーラか。え、なんだ今の。え、違うよね。なんだこれ。あ、そうか。ホムラを封印した船か。マルベーニー、こいつ。やばい。だよ、アーケディア。世界中。ああ、やっぱ最後そこまでやっちゃうのね、これね。人は一生の間に
どれだけの出会いと別れを繰り返すのだろうか。命の灯火が尽きるその時、誰の顔を思い浮かべるのだろうか。思い浮かべた笑顔とともに眠ることができるものは幸せなのだろう。そう、永遠などいらない。たとえ刹那であっても共にあればそれでいい。しかしその機会を失ってしまった者はどうすればよいのだろうか。道は果てなく続いている。ああもう私は生き続け、この道を行けばいつかはたどり着けると、もう再びあの笑顔に会える日が来るとそう信じて。戻れぬのか。あ、俺の行く道はこの道だ。交わることはない。だがもし再び交わることがあるのなら、その時は。眠る船か。おお。X。いいですね。いやー、相変わらず演出が素晴らしい。これは感動するわ。これあれだね、イーラやってからもう一回本編やったらまた違う見方になるだろうなと思ったら、セーブデータ保存できますね。これ二周目要素かなんかあるのか、これ。保存します。おお、タイトル変わった。ホムラだ。嘘だろ、マジで。アドバンスのニューゲームある。え、やってみていい。おお、え、本編でもあったけど、まさかイーラでもあると思わなかった。引き継がれるもの、うんうん。レベル引き継がれる、アイテムゴールド、イベント開放状況、ユニークモンスター討伐、プレイタイム、石板欠片所有状況達成度。緑の樽破壊個数。お、追加される新しいシステム、難易度、極めとカスタムが追加。ユニークモンスタータイムアタック、討伐記録保存。裏絆解放、あ、やっぱりあるんだ。あ、キャンプ宿屋のレベルダウン。はいはい。ボーナス経験値を使った特殊アイテム購入。やっぱりあるんだね。うわー、注意点。クエストとかは、はい、すべてリセットされます。一周目プレイのセーブデータ上書きされます。人の輪獲得数、人のレベルリセットされちゃうんだ。そうですか。いや、まぁちょっとね、さすがに、さすがにいいかな？うん。ちょっと今このね、クリアしたところの余韻に浸りたいところもあるからね。いやぁ、ほんとゼノブレ2はいいゲームだよね。ダウンロードコンテンツでこんだけ楽しませてくれる。いやぁ、面白かったですねー。
結構最後人質に出たけどね、やっぱりね。いや、まあ想像してたけどね。はい。はい、というところで、ゼノブレード2黄金の国イーラ、実況をおしまいにしたいと思います。なんかね、またね、ゼノブレー3なのかな？モノリスさんがスタッフを募集し始めてるらしいからね。近々もしかしたら出るかもしれないですね。はい、それを期待して待ちたいと思います。もう当然ね、出てきたら、発売されたら、実況はしようと思ってますよ。はい。はい、というところで、黄金の国イーラ、実況これでおしまいにしたいと思います。良ければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。はい、ではまた次回別のゲームの実況でお会いしましょう。バイバイ！